はい、始まりました。バーチェス、どうぞ。いい声のバーチェだ。いいから早くしろよ。なんだよ、うるせえな。1分しかないんだから。バーチェです。天下一音楽会に出場しております。そうなんだ。へえじゃねえよ。お前ちょっとこっちに映ってんのか。おい、もうちょっとこっちに来い。でフリップが見えない。ですね、天下一音楽会第2回目予選の方に進出いたしまして、すごいね。それが4月の23日に開催されます。そしてこれに勝ったら5月の28日にうるせえなですね、3回戦に進ませていただきまして、3回戦勝ち抜いたら ZEP 東京でライブができるというですので、ぜひぜひまずは2回戦バーチェを応援に来てください。下に書いてある http://G2.com/これがですね、ホームページなんで、ぜひぜひご覧になってバーチェを。私はアニメソングやゲームソングなどのカバーもしつつ、オリジナルソングもちょっと歌っていますが、この度新曲を出すことになりました。オリジナルのそして、そのオリジナルの CD を発売するところが今月27日日曜日、東京流通センターというところで行います。春の M3 というイベント、こちらに出させていただきますので、もしよろしければぜひ遊びに来てください。アメブロやツイッターもやってます。ぜひよろしくお願いします。ご覧になっている皆さん、どうもこんにちは。声優の前川舞子でございます。私、声優をやりながらライブの MC とか、あるいはライブに出演したりね、いろいろやらせていただいております。お仕事お待ちしております。そうですね、差し当たっては今度、4月7日ですね、アプリゲーム「新生ヒストリカ」というね、新感覚カードバトルパズルゲームみたいなものがね出るんですけども、そちらに私声で出演しておりますので、もしよかったらダウンロードして、はい、私の声をね、私の顔声を当てているカードをぜひゲットしてちゃんと育ててくださいよ。お願いします。では、前川舞子でした。皆様、ハピクロこんばんは。四つ葉こはると申します。私はネットラジオハッピークローバーというタイトルで、もう9年目になります。皆さんを癒しの世界に連れて行こうということで、眠りに落ちるような番組を務めております。寝落ち推奨番組ということでやっていますので、ぜひぜひ四つ葉琥珀、4つの葉っぱの琥珀、ひらがなでこちらね、やってますので、ぜひぜひお待ちしております。それから、ライブなんかもやっていますが、朗読、読み聞かせ、そんなこともやりつつ、私自身もコール、ハモリもやりたいと思っていますので、ぜひぜひお声掛けお待ちしております。どうも、こんばんは。大西よしのりです。よろしくお願いします。ですね、私、亀有で、ボイストレーニングボイストレーナーと、ボーカリストとしてやっております。自分自宅で教えてる感じでやっておりますので、もし亀有あたりでボイストレーナーを探してる人は、ぜひ僕のところに来てください。よろしくお願いします。それとは別に、自分で4月10日にミュージックシードイエスさんで、エモーションというライブに参加させていただきますので、もしよろしければお時間がある人は見に来てください。その他にも iTunes で「私ドアレです」っていう、ゲームの主題歌を歌ったりもしてますので、もし、興味がある人は、探して聴いてみてください。はい、Twitter、Facebook とかもやってますので、もし、よろしければ、探してみてください。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。高崎ゆずる永遠の16歳です。アニソン中心にライブとかで歌わせていただいております。はい。皆さんこんばんは。ビューと申します。歌ったり、踊ったり、絵描いたりして納豆自然大使を目指すために日々頑張っております。私もよいたきとかはしてますけどね。で、この2人でこういうユニットを組んでおりまして、はい、毛も耳をねつけたりして、頭を振ったりしながらですね、歌っておりまして、次がですね、4月の29日ですね、花子がね DSP さんで AV から略して AV に出演させていただいております。はい。私たちユニットはこうね、ロックチョーカーって言って、こう恋を応援しながらリア充ジオを爆発させるっていうユニットです。はい、はい、全国バディラジオ爆発しろ、はい、各応援、はい、というわけでよろしくお願いします。はい、私 SHEART 気になる人気は TwitterRT、 そんでビートはキドパブ B シャーティーナッツでみんなカット B なというわけでシャート AK キドパブと申します。よろしくお願いいたします。シャートの、主催ライブが7月の19日に、ございます。渋谷のミルキーウェイさんというところであります。そしてキドパブル名義ではアルバムが出ます。こちらバイレで会えるというアルバムです。道玄坂カフェさんでは、関連の方も結構出演されていますので、よかったらこちら、チェックしていってください。4月の15日発売となっております。詳しくはG2.com 見てってください。それじゃあ、ペースよ。ありがとうございました。皆さんこんにちは。サウンドデザイナー萩原優です。作曲家として舞台音楽からアイドルさんへの楽曲提供までいろいろやらせてもらっておりますですね。あとは PA やったり録音やったり、あとは DTM とか作曲の講師もやらせていただいております。ピッチ修正ワンフレーズから承っておりますので、ぜひお声かけくださいませ。皆さんの伝えたいこと、作品、ステージが少しでも良くなるためのお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしますっていうところで終わると思ったらですね、あと30秒もあるらしいんですよ。こんばんは、バーチュです。バーチュです。バーチュです。今日友達になりました萩原さんです。全然仲良くないんですよ、本当に。猫耳は今日だけですんで、猫耳可愛いですね、ありがとうございます。猫なんだ、なんか犬っぽいよね。多分あまり声入ってないと思います。マジで犬っぽいよね。はい、じゃあ後半はカット。ありがとうございました。萩原優でした。